第17話から引っこ抜いてきました。会議では自分の意見をしっかりと。で、まあこのプロジェクター、ジャックがね、ちなみにジャックっていうのはなんかアメリカ人のボスの名前で、どんな名前がいいかって、なんかありふれた名前なんかある、日本語で言う太郎みたいな感じありますかって言ったら、ロシエさんがジャックでいいんじゃねみたいな。でジャックになりました。でこのプロジェクトについてトライはなどうも青いですって言って、私は他の人の意見を聞いてから検討したいです。でこの機能についてどう思う、他部署の意見を聞いてから検討したいですって言うわけですね。この新サイトデザインについては皆さんの意見を、ちょっと何なんだ一体、どうして率直な意見が言えないんだってなって、もしかして本当に何も意見がないのかい。いやそういうわけでは、ジャック、多くの日本人はマリオ気にして自分の意見を言えないのよ、ならどうやって仕事が進むんだってなって、これ私知らないけどあるらしいで、ちなみに日本の会社には話す人が決まっている会議もあるわってありますねって、これあるんですか、実際私知らないですけど、話す人が決まってる会議って本当にあるんですか。あ、めっちゃうなずいてる人いる。あるんですね。そうなんだ、そういう話。はい、なんかこう他部署の意見を聞いてとか、それはどこどこの意見を聞いてっていうのよく聞く話ですか。よくありますね。はい、なんかなんで日本人が会議の中で自分の意見を言わないのかをよく聞かれますね。なんで答えてるんですか。そうですね、はい、こういうふうに、なんか日本の場合は個人で答えるのではなくて、あるグループの代表として答えることが多いので、根回しすることはまだできてない状況で、根回し、そうですね、根回し、はい、その根回しももちろん説明する必要がありますね。そういったような文化はかなり欧米と違いますね。じゃあ他何か解説あります。そうですね、はい、ですから自分の方から意見を言いたいのであれば、これは自分の意見だとか、まだ他の人にまだ聞いてないですけどとかのように、まず言ってから意見を言った方がいいですね。でも何も言わないと、もう自分が考えてないように映りますので、気をつけた方がいいですね。お二人何かコメントありますか。本当によくあります。よくある、思う。で本当に何て言うんだろう、僕みたいな本当にうるさい人はいつも、いや本当に会議でも本当にいつ、本当にセルフコントロールなしで変なこと言っちゃうんですよ。で、結局それで、それのおかげで、僕はダメなことを言っても、誰かがキャッチボールして、でそれで話は進む。だから自分の意見はなんか、あ、これ言ったらなんかバカに思われるよねとか、それはそうかもしれないけど、でもそれのおかげで会議は進むから、それだけで価値があると思うよ。はい、だからもう勝手に言っても大丈夫だと思います、意見は。はい、勝手に言おう、勝手に言おう、うん、はい、ご西門さん何かあります、大丈夫、自分個人的にいつもそう、ちゃんと日本人、自分ならいつも日本側のチーム入ってるんで、ちゃんといいアイデアある人とか、よく考えてる人いるのに発言しないのはいつももったいないと思うんで、正直自分がちょっと鬼役でも見られるかもしれないけど、手を挙げて、ちょっと田中さん実はこれこの間も話してて、ちょっとこれ共有してくれるとかっていうふうに引っ張り出すんですよ。でもその人のためにもなるし、で本当はその海外の人も大体日本人の意見も知りたい、でその印象が悪いんですよ。だからもうそれを僕は気にして、僕は正直人さして引っ張るんだけど、でもやっぱりみんなが自分の力でそういうことできることはもうできるほど、それはいいと、難しいけどいいと思います。ありがとうございます。で絶対にその自分が思ってることは同じ、会議室で他の人も絶対に同じことを思ってるから言っちゃっていいっしょ、本当に、ありがとうございます。はい、次いっちゃおうかな。